フットボール競技において相手に対して組みついたり飛びかかったりする行為のことである。フットボール競技においてタックルは守備側の選手がボールを保持する攻撃側の選手に向かって飛びかかりこれを捕獲する行為または技術のことである。特に前方から行う場合をこのように呼ぶことが多い。ラグビーユニオン、ラグビーリーグやアメリカンフットボールにおいては 激しいタックルは一つの醍醐味ではあるが、同時に頭部、首、関節への重大な怪我の危険性も潜んでいる。そこで、怪我の心配をしないで済むボディコンタクトのない髪型の競技が誕生していった。タグラグビーやタッチラグビー、フラッグフットやタッチフット、オージータグフットボールである。中世ドイツ語では、動詞のタッキンは掴み取るあるいは手で操作することを意味した。 14世紀までには、釣りで使う道具やセーリングで使う用具に対して使われるようになった。18世紀までには、バグなどに対しても使われるようになった。現代フットボールで使用される、タックルという用語は、ラグビーから来ている。カレッジフットボールの試合におけるタックル。海軍のクォーターバック解ポのはか早くンハだが、 マサチューセッツのディフェンシブバックジェームズ・イヘデボとラインバッカー、チャールズ・ウォーカーにタックルされている。アメリカンフットボールの場合、ラグビーと同じく守備側プレイヤーが攻撃側のボールを持った選手の前進を阻止するべく行う手腕を使ったボディコンタクトをタックルと呼ぶ。なお、攻撃側の守備側プレイヤーが ボールキャリアへ接触するのを阻止すべく行われるボディコンタクトは手腕が使えずブロックと呼ばれタックルではない。転じて早々期のアメリカンフットボールではその位置のプレイヤーが最もタックルの機会が多かったことからライン面のうち外から2番目に位置するポジションをタックルと呼ぶと呼ばれるものがある。これは被っているヘルメットの頭頂部あたりを相手に ぶつけていくタックルのことであり、かけて、受けてとも大変に危険であるため禁止事項となっている。中には相手に向かってジャンプしながら繰り出す選手もいる。ブリティッシュブルドッグの選手が、ナウルチーフの選手を追いかけタックルしている。オーストラリアンフットボールには、オフサイドルールがないため、選手は、どの方向からでもタックルすることができる。この理由のため、 ボールキャリアを守ることができるようにチームメイトには、シェパーディングが許されている。オーストラリアンフットボールでは、相手のボール保持に対抗するために、様々な方法があるため、初めてこの競技を見た観客は、ルールなしであるとの感想を抱く。あるいは口語的に、ラファティー、エスルールズと呼ぶ、オーストラリア人もいる。しかしながら、これらのステレオタイプにもかかわらず、 実際にはタックルを規制する、かなり厳密な規則が存在する。オーストラリアンフットボールにおいて、タックルと一般的に呼ばれる動作は、ラグビーと似ており、ラッピング、ホールディング、あるいはボールを保持した選手をグラウンドにねじ伏せる動作が含まれる。オーストラリアンフットボールにおけるタックルで、特徴的なのは、もしタックルされた選手がボールを離さなかったり、 タックル中に反則があった場合に、タックラーに対して、フリーキックが与えられることである。タックルは、肩から下、すねから、上の間で接触しなければならず、タックルが無茶でない限りは選手をグラウンドに投げることが、できる。また、後方からのタックルは反則であり、タックルを難しくしている。選手は、タックルの衝撃を和らげるためのパッドをほとんどあるいは、 全くしていないが、歯を守るためのマウスガードは必須である。ゲーリックフットボールでは、相手が持っているボールを手では、ジータリー、ショルダーチャージすることは認められるが、ラグビーのように体全体でタックルすることは、認められない。サッカーのタックルサッカーの場合、タックルとは、主にドリブルする、相手のボールに対して、足を伸ばして滑り込むスライディングタックルのことを言う。ラグビー、 アメリカンフットボールと同様のタックルや相手をつかむ行為は反則である。後ろからのタックルやボールを持たない選手へのタックルは反則に当たる。自分の肩を相手の肩にぶつけるチャージは反則ではないがジャンプをしている選手へのチャージは危険であり反則である。両足でのタックルは反則である。またカニバサミも怪我をする危険性が高いため 退場となりやすい。ラグビーユニオンにおける、ダイビングタックルラグビーユニオンの場合ボールを持って、走る相手に組みついて、その全身を阻もうとする行為で、ボールを持った選手の体を捉え、地面に倒す行為を指す。タックルされ、地面に倒された選手はボールを離さなければならないため、防御側がボールをダッシュする機会が生まれる。相手からボールを奪い返せなくても、 タックルが成立することにより、相手の攻撃を止められるので防御のための時間を稼げる。肩より上へのタックル、ボールを持つ前、または離した後の選手へのタックル、相手にぶつかると同時に相手を担ぎ上げ、上半身から落とすスピアータックルは、怪我が多く危険なタックルなので反則である。ただし、相手にぶつかると同時に相手を担ぎ上げ、 下半身から落とす、勝ち上げタックルは、反則にはならない。ラグビーリーグにおける、タックルラグビーリーグでは、ボールキャリアに対してのみ、守備側の選手は何人でも、どの方向からでもタックルできる。タックルにおける初めの接触は、ボールキャリアの首から下でなされなければならず、さもないと、ハイタックルとみなされ反則を取られる。ラグビーリーグにおけるタックルは、 以下の動作が起こった時に成立する。タックルが完了するとすぐに、ボールキャリアは、プレーザーボールのために立ち上がることが許される。スピアータックルは、ラグビーリーグでは反則であり、また、水平位置よりも高く持ち上げることも現代の試合では、反則となる。ウィルチェアラグビーのタックルウィルチェアラグビーにおいては、相手チームの攻撃を妨害する際は、 車椅子によるタックルが認められている。ありがとうございます。